こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日は、はい、毎年僕が楽しみにしている、はい、ポータージングでございます。はい。なんか前回と言いますか、なんかちょうど去年の今頃ぐらいに恭平さんと3人で行ったのが、そうそれぐらいやったと。そうですそうです。はい。ちょうど1年前。1年経つとですね。なんか早かよね。2ヶ月3ヶ月前ぐらいに行ったような。そう。記憶ですね。いやもうこの時期ね、はい、僕大好きなんですよここが、はい、なんでプライベートでもよく来てたんですけど、今年は一回も来てません。あ忙しくて、はい、でも気づいたらあこの時期やって、急遽来ました、はい、でさらに昼過ぎ、はい、雨降ってきます、まあ、ささっと釣れたらですね、うん、まあ難しい釣りではないのでパパッと釣って、はいはい、まあいたら釣れるであろうそうな感じなんでですね、うん、それでは釣り開始。はいはい。さあ今日は忘れ物が多いからねいろいろと見にくいかもしれませんがご了承ください。はい。皆さんご機嫌いかがでしょうか。釣りは世界救うのでしょうか。そんなことより見てみませんか。釣り岡でしょう、はい、船旅というほどの距離ではないですけど、はい、はい、行きますか。行きましょう。ちょっと今日椅子忘れて、はい、アウトドアチェア。ちょうど横山中ですかね。これね、ワカサギみたいな。ワカサギ釣りみたいな。で、あとこうなんか、支点のさ、はい、引くかやん、今。はい。なんか超楽ね。ああ。船もこうグワングワンならん。もうだいぶ寒くなってきよっけん、もう冬ってどんなのあるとかなって思いますよね。あ、毎年冬が嫌。めちゃくちゃ暑いのもそんな好きではなかですけど、どっちかというと、うん、暑い方が俺は耐えれるタイプですね。ああ俺もそう。ああ 寒いともなんか骨の中まで来る感じの、ね、芯から冷えて、ああ動けんくなる。うわもうだいぶ上がった、うん、本当はここのねコンクリートの下に投げたいじゃんね。うわいっぱい映ってます。あ魚探にこれね、あのポンポンポンってあるのは柱です。で柱の周りにいっぱいビビビビビってついてるやつ、まあ、この辺とか こういうとか、まあ、多分アジかイワシかそんな辺。はい、これはもうこういうスタイルでずーっと俺が入り込んで、真下でいいんですよね。もう真下で横ですよ、はい、で柱に引っかかるなない感じで、はい、気をつけながら行ってください。柱にカボーンって引っかかもね。当たった？はい。お来た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 。でかかろでかかろ。ほらほら本命ほら来た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 。宗男くん、嘘、今どうした？おい宗男くんからカメラ場渡されて、うんうん、散々いろいろなって、うんうん、とりあえず連れてます。一頭で。どうした？で、はい。今宗男くんからカメラを、はいはいはい、いろいろ散々こう喋った後に、うん、渡される瞬間に録画になっとらんって言われて、え、切っとった？切っとった？ちょっと待ってね。宗男さん、はい、撮れてましたよ一応途中まで。途中まで、ね、はい、まあ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 、こうと言って、はい、こうと言って、あーって寄ってここばクリーンって回した時にこっちの録画ボタンもどうも触ったことです。だいたい録画押しとらんとか俺責めませんもん、そういう寛容寛容。ああ、だって俺だって押さなかったりしますそんな俺あの宗男くんがメバル釣ったの押してなかったの。あったっけ。ありました、あの設楽さんの時行った時。あああったね、はい、あったね。
で、はい、でその後カメラをカメラが切れた後の話ですわ、はい、あの氷締めがやっぱり他とかなってなって、はい、美味しいと思います。で水を汲もうと、はい、っていうことで、あのこれね、はい、船には絶対乗ってるバケツ、はい、あの水汲みバケツですね。なんかあのなんとかライフジャケットとそいと紐は絶対乗せて頑張ってですね。そう、絶対絶対必要なんです。はい、水を入れます。あ、そんぐらいでよかったね。はい、よしよし、氷締め、はい、でもすぐ釣れたですね。ね、はい、やっぱこの時期ね、まあ、楽しいじゃん。マジで本当ですよね。かたやあそこで餌釣りしようさ人はですね、そんなやっぱそうこの沖に出とるそのね水深があるところっていうのがいいと思います。ボートの特権なんです。うん、だけどここから船で出る人、はい、結構おるもんね。ああ、なんかあの前回の時でも多分何かを釣りに行かれるかなんかでここで餌用のアジば仕入れ寄る船とかもありましたもんね。そう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 、で大体ここ寄ってアジ釣って、はい、沖に出ていくもんね、おっちゃんたち。まあまあ落としなさいよ、はい、せっかくなんだから。多分ねここねいっぱいおるよ。ああ、もう落としなさい。ちょっと行かせていただきます、ね、落としなさいよやっぱ連発することがあるけどさ、ここ楽しいっちゃね。なんか前々回ぐらいになったかなぐらいはもうちょっと大きかったですよね、うん、さっき釣れたのに本当はあの25センチいくかいかんかぐらいのやつがですね、そうそう、パパッと釣れて30ぐらいとか結構おったりするもんね。で、やっこうマジ大きいですねって言った瞬間から急に豆味に変わったですね。さあって、あれさっきまでさっきまで、さっきまであんまやっぱりでかいって、あのパチンコもそうじゃないですか、残りあともうちょっとで何枚とか何発とか、これ連チャンするもんねとか言った瞬間終わるもんね。うん、だからそういうのがよぎるとやっぱり欲はいかんっていうことですねまあまあまあ、はい、なかなか座ってて釣りすることのあんまり長いから慣れんの。これなんていうか知ってます？この座ってする釣り、胸を座って釣りすることをなんていうか知ってます？座り釣り。違う、教えましょうか。ザフィッシングどうしました？確かにえ、そういうことじゃないと、あの大和さんとかの釣り番組の、 あのザフィッシング、そういうこと。おそうだけんが、あの結構こう立ってされとったりして、うん、なんでこの人たち立ってしまったんだと思ったんですけど違うとか、ザ・フィッシング。おいしょ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 、おい、来た。あー、バレた。ごめんなさい。いや、大丈夫ですよ、お約束なもう俺はもう、あのバレたとか言われても同人くなってしもうとるもん、なんかおかしかね。おいしょ、おおおお、ちょっと大きいんじゃない？大きいんじゃない？アジやろ、でも大きいんじゃない？おなー、ナイスナイスアジ、ナイスアジ、ありがとうございます。もう鮮度が命、はいはいはい、シメントシメント、よし、はい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 、もう今日爆鳥杯、爆鳥かもしれんですね、今日爆鳥、今日多分爆鳥ですよ、ね、あ、そまんと言うたらいかんってさっき言った。あ、そうやったガンガン行こうか、はい、時間長いけ、はい、やりましょうやりましょう、ガンガン行こう、地合いかもしれんしですね、っていうか、ね、よくよく考えると、うん、あともうちょっと経ったら、うん、潮止まりでしょだけどね、実は時間マジでないじゃんね、はい、いやでも幸先がいい感じですね。ね、はい、じゃあちょっとガンガン釣りましょう。釣りますか。よし、それでは2人で合わせて力を合わせていっぱいちょっとお持ち帰りしますか。じゃあ俺は後ろサイドを、じゃあ僕前サイド、ガリガリうるさかかもしれんけどすいませんね。
行きましょう。よしよしよしよい、釣れました。おい、2匹目。よし、ガンガン行くぜ。お、特徴も釣れた。ナイス。おっしゃ、うん、バレるもんね。うい、あなんでなんでよ。あいしょ、あーあいしょ、あっしゃ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 、よし、来た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 。これめっちゃボートの上に上げてからバレるっちゃんね、いつも。ラッセウ、よし、ナイス、来ました。お竿の、お竿の感度がよろしいようで、あいし、お、ちょっと伸びた、痩せたけど伸びた。はいはい、よっしゃい、よいしょい、すう、よいしょ、おい、爆鳥だぜ。これが楽しかもんね。しかもね、まあまあいい方っちゃん、ちょうど釣るのに楽しい感じぐらいの、よいしょめちゃくちゃ釣れる、楽しめちゃくちゃ釣れるっていうか、めちゃくちゃ当たるか。おおおお、よいしょ、いい当たり、今パーン持ってった。もう毎度釣れるけんね。ね。よいしょ。えい、ー。ああ。ほらほら、クンクンって。おい、あーよいしょ。よいしょ。よーし。オッケー。来ました。はい。なんぼでも釣れる。やっぱね、この時期っちゃね、この楽しみ。おいしょー、ほらー、うい、あの関東の人たちは結構羨ましいやろね。うーん、こんだけあんま釣れんとですかね、アジは。うん、なんかそうっぽいよ。あ、だって前さ、あのサンズさんたちが来た時さ、はい、あのなんていうの、頑張って一匹とか、はい、ああ、おっしゃ、来た。あ、これはアジやろ、今んとは。うえ、アジやった、やったで。うん、ちょっとハンドランディングおい、だいぶ楽しく釣りができましたので、はい、できた。これどっちがいいかは分からんけれど、とりあえず重い方を上というか、こうこう、こっち0.8重さ、こっち 1.5 で、ここに結びをつけてのだけですると、こうやってね、まさかの群れでの、さあ行きます。いっぱい釣れてるうちに2匹かけたろうっていうね、貪欲作戦でございます。よし、さあどっちにかかってるかめっちゃ低いやんって思ったら、1匹外れたね。さっき2匹かかっとった、途中で2匹かかった感じがあります。はい、上の勝ち。ほら、ものすごい当たりやった。ちょっと下野さんのことになったほら、2匹かかった。ほら、ナイス。わー、あ、すいませんね、手伝ってもらって。ちょっと2匹もかかっき、手のね。あー、今んとサムネやったね。おー、来た聞きおらんもんもちょっとおっしゃ、おー、めちゃくちゃ低い、めちゃくちゃ低い、めちゃくちゃ低い。これ何ね、アジか、ちゃんとアジやった。2匹かかってた。お、下の方いいんじゃない。おー、
これマジめちゃくちゃ胸惜しい。おい、2匹ずつかかってきよう。確かに効率は横かもしれない。天秤重宝。ただ手返しはこっちが良かったね。はい、手返しは手返しが良か、うん、手返しは良かった。もう1匹で2匹分の、1匹でじゃないか、1回で2匹分の引きの味あるってさ、こっち味か分からんぐらい。確かにどんぐらい引いたかっていう銀太、味の2匹分ぐらい引いた。おおおおいしょ。おー、引く、めっちゃ引く。おー、でも味、お、これいい方じゃね、これいい方じゃね、ほら今日一、やったぜ今日一、でかいの来た、イエーイ、ナイス。タイドビートかな。そうですね、全然、うん、マジでいいサイズ、ナイスです。あざっす、いい、よう引いた。マジめちゃくちゃ釣れますね。っていうかもうめちゃくちゃ釣れとるけど。めちゃめちゃ釣れる。楽しいですよ、この時期のこのアジング、本当に楽しい。じゃあ続けて、はい、釣って、まあもうちょっと釣ったらもう十分ぐらいの量ですね。そうですね、はい、そうですね、もうそろそろ雨も降ってくるかなぐらいなんで、降る前にですね、はい、船も上げたりと、はい、したいので、じゃあもうちょっとやって、はいはい、帰りましょう。はい、ふーっと、おお、来た、おいナイス、はい、ナイスナイス、これ味ですよ。ナイス、締めの味。締まらん男やな。見せようと思った時あれだ、あれだ、ね、もうどけつるいって、つるいたもん、はいはいはい、はい、ナイス味です、締め味、締め味、はい、はい、じゃあこれラスト1匹ですか。はい、もうお空もねだいぶ雲が厚くなってきてるので、うん、そうなんですよね。まあね、ずっとしたいのは山々ですけどね、だいぶ楽しかったですね、はい、楽しかったですね、はい、やっぱこの時期のこのアジング、はい、まあ、これから寒くなっていくにつれてどんどん、はい、おかっぱりでもアジングされる方増えていくと思うんですけど、はい、で結構楽しめる釣りなので、はい、あのこういうやわい竿で、やわいというか BRS の S68UL、はい、プラス LG ってやつなんですけど、まあこういう感じの竿でですね。まあ、で、もう今は結構あのアジング、はい、ロット、まああのジャッカルさんのじゃなかったにしても、うん、あの結構安くであるんで、3000円ぐらいとかで、昔なかったですけどね、そうそうそう、アジングロット、ちょっと繊細な感じでいいやつばっかりだったんですけど、高宮さんとかリアルメソッドとかも確かあったと思うんで、うん、結構低価格帯の、はい、皆さんお買い求めやすいやつがあるんで、うん、それでやって全然大丈夫と思うので、はい、でまあちっちゃめのリールと、はい、店員さんに言って、うん、買えば、まあ、4ポンドあればですね大丈夫と思います、はい、変にめちゃくちゃ細くしたりするよりかは、まあ、そうね、はい、まあ、釣り具屋さんで買うときはもうあの店員さんにアジングのセットを安くくださいって言ったら、はい、ですね、多分それてくれると思うんで、うん、まあ、一度やってみてください、楽しいので、はい、はいはい、さあここからアジングシーズン到来でございます、はい、ね、はい、でも俺らはメバルを待ってますけど、ね、そうそうそう、はい、メバルも楽しいっちゃ、じゃあ帰りましょう、はい、帰りましょう、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。釣り岡イベント告知です。11月23日にはちみつ香るカフェオレ岡でしょうの発売記念で、来店イベントを行います。開催場所は東京にあるイトーヨーカドー大森店で、時間は10時から12時です。ちなみに今回行くメンバーは小玉さん、畑くん、仁くんでーす、はい、でもう一つ告知があります、はい、11月25、26に、神戸で開催される EV ライフ神戸2023内でブランドアルカの出店と動画で作っていたタッカルビ焼きそばを再現したフードも販売予定です。はい、限定パーカーも販売しますので、ぜひ見に来てください。はい、こちらは、僕と、宗男さんが参加します。ぜひ遊びに来てください。はい、よろしくお願いします。じゃあね。